皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はジャンクのグラボを購入したよ。またゴミを買ったのか。落札価格9000円で送料が1040円。1万40円だったよ。こんなゴミに1万もかけるとはジャンカーとして失格だぞ。画面は映るんだよ。ブラックアウトが多いんだって。なるほど。GPU の冷却がうまくいってないか。それとも焼きグラボに失敗して基板が故障してるのか。グリス塗り直しでいけるかなって思って買ったよ。リクロー失敗品だったら悲惨だぞ。そこは賭けだよね。じゃあ開けてみるか。開封の時は一番ワクワクするよね。ダンボールカッターくらい買えよ。100円ショップで買ったんだけど紛失したよ。ちゃんと管理しろ。使ったらあったところに戻しておけばなくすことはない。あったところは床だよ。毎回場所が変わる。こうやって工具たくさん紛失して同じドライバーが何本もあるじゃないか。なくしたらすぐ買うからね。使わないものは捨てろ。もったいなくて捨てられないんだよ。物に埋もれて必要なものを紛失する方がもっともったいないぞ。頭ではわかってるんだけどね。20箱で梱包してあるな。送料が高いわけだね。安全のためだ、我慢しろ。外箱も取ってあるんだね。外箱があった方が売るときに高く売れるからな。私はすぐに捨てちゃうわ。これは結構でかいグラボだぞ。スロットを3レーン占有するやつだね。スロットに補強金具がないと縦置きしたときにスロットが壊れるぞ。補強金具がついたマザーボード持ってないわ。パソコンを寝かせた状態で使うしかないな。どれくらい性能が上がるのか楽しみだね。およい気が早いぞ。ジャンク品だったね。直らなければただのゴミだ。直らなかったらヤフオクに出すよ。まあ、映像が映らないジャンクでもそれなりの価格で取引されてるからな。ジャンクでもみんな強気な値段をつけるよね。それだけ需要があるってことだ。大きいグラボだね。ケースに入らないという理由で出品する人だっているくらいだ。付属品もついているね。ドライバーディスクに説明書。これは何かのステッカーかな。いずれにしても取っておいても仕方ない。こういうのをいつまでも取っておくと、部屋が狭くなるよね。これは変換ケーブルか。これは取っておくよ。いつ使うかはわからないけどな。6ピン2本を8ピン1本に変換するコネクタだね。古い電源には必要だ。外観は割といいよね。ずる賢いやつだと、動作品として購入したと前置きして、ケースに入らなかったから動作未確認ジャンクというやからもいる。届いてから不具合が出てもジャンク品という言い訳が立つよね。これは封印シールが貼ってあるから分解してないな。リクロー失敗品ではなさそうだね。グリス塗り直しでいける可能性が大きいぞ。早速取り付けていくよ。これはサブ PC だぜ。第一世代のコア i7-870 だよ。まず気をつけないといけないのは、故障したグラボを絶対にメイン PC には取り付けないことだ。基板がショートしてたらマザーボード壊す可能性があるもんね。実際に PC を壊した人だっている。ジャンクパーツ用に1台はこういう古い PC があるといいよね。このグラボはよっぽど大丈夫だと思うけどな。分解歴のあるグラボは注意が必要だね。分解歴の有無は封印シールでわかるぜ。封印シールってすぐにボロボロになるから、剥がしてまた貼るってことはできないよね。じゃあ早速モニターと接続していくよ。まだ DVI を使ってるのか。テスト用のモニターがこれしかないからね。 HDMI の方が差しやすいぞ。ハードオフで探してみるわ。しかしこのグラボは本当にでかいな。このケースでもギリギリだもんね。買ってみてサイズが合わなかった人も多いだろうな。電源を入れていこう。何か忘れてるよ。まだ気づいてないよ。スイッチオン。ファンが回ったぜ。 LED が綺麗だから部屋を暗くするよ。何か忘れてるけどまだ気づいてないね。さて映像は映るかな。補助電源の差し忘れだ。さっきから変な声がしてたのはこれだったのか。カバーを開けたままだからまだいいぜ。
カバーを閉めて設置した後だとすごく面倒だよね。よくやるんだよな。さっきから言ってたでしょ。幻聴かと思ってたよ。補助電源の差し忘れって本当に多いよな。電源コードの差し忘れも多いよね。電源スイッチの入れ忘れも多いぜ。間抜けだな。いちいちうるさいな。本当のことだろ。勘に触るやつだぜ。ちゃんと確認しろ。じゃあ気を取り直して電源を入れるぜ。スイッチオン。やったねー。画面が映ったぜー。 OS が起動したね。安心するのはまだ早い。映像が映っても正常に動くとは限らないからな。デバイスマネージャーでは認識しているね。高負荷をかけた時にどうなるかわからんぞ。じゃあ GPU の性能をフルに使う 3D マーク行ってみるよ。3D マークを完走できれば合格なんだが、温度も測っておけよ。 GPU の温度は50度だね。 3D マークで高負荷をかけていくよ。長いから20倍速でいくぜ。これが終わったらドラクエベンチもやってみようね。ドラクエベンチは軽いからいい数字が出そうだな。なかなかブラックアウトしないね。症状が出たり出なかったりということなんだろう。しばらく使って検証してみる必要があるかもね。しかしこれは意外と当たりジャンクかもしれないな。これならメイン PC につけても大丈夫だね。寝かせて使わないといけないけどな。補強金具がないもんね。ブラックアウトせずに完走できたな。 GTX 1070の割には数字が悪いね。 CPU がボトルネックなんだろ。第一世代の Core i7 だもんね。温度も最高で65度か。ブラックアウトの原因がわからないね。まだ一度も症状が出てないもんな。次はドラクエベンチ行ってみるよ。出品者の言うブラックアウトっていうのは本当にグラボが原因なんだろうか。あの 3D マークを乾燥しちゃったもんね。ということは高負荷時に落ちるのではなく、ネットサーフィンや YouTube 閲覧でも落ちることがあるってことだ。そういえば昔使ってた PC では突然ブルースクリーンになったよね。あれは高負荷でもなんでもない時に突然フリーズして再起動になったよな。 CPU グリス塗り直しで改善したよね。それでも1ヶ月に1度くらいは落ちたけどな。普通にベンチマーク回しても落ちないね。だからといってメイン PC につけて動画編集をするのは怖いな。一生懸命編集したところで突然落ちたら発狂するよね。サブ PC でゲームをやって様子を見るくらいにするか。そうだね。じゃあグリスの塗り直しをしよう。待て待て、不具合を発見するのが先だ。原因が発熱だとしたら不具合を発見しにくくなるぞ。そうだね。じゃあこのまま使って様子を見るよ。不具合が出ないとしたら考えられる原因は出品者のパソコン側に問題があったのかもしれない。例えばどんな？パソコンとの相性、PCI スロットに問題があることもある。それと電源。電源が劣化していれば消費電力の高いグラボは当然不調をきたす。じゃあハードオフのジャンク箱に転がってる電源で試してみるのもいいね。いずれにしてもしばらく経過観察が必要だな。そうだね。でも普通に使えそうだよね。普通に当たりジャンクのような気がするぜ。動作品だと2万円以上はするもんね。すごく快適判定か。さすが GTX 1070だね。今回のジャンクは本当に謎が多いな。不具合が見つからないもんね。じゃあ今回はここまでにしよう。不具合が出たらまた動画にするのもいいね。そうだな。だがまだやらなければならないことがあるぞ。何を？この前壊れたグラボがあっただろ。そういえば3480円 PC についてたグラボが画面映らないね。ガンで炙ってリフローに挑戦してみるぜ。じゃあ次の動画はこのグラボのリフローだね。何もせずにハードオフに捨てるのはもったいないからな。というわけで次回は壊れたグラボのリフローをしてみます。それではご視聴ありがとうございました。